どうぞ、空いてるわ。あら、どうも、お疲れ様でした。お疲れ様。よかったわよ、あなたたち。ミチルさんこそ素敵でしたよ。そう？ありがとう。俺、本当はミチルさんのファンなんです。あなたが？とてもクラシックを聴くようには見えないけど、まあいいわ、ありがとう。でもファンの子たちには内緒よ。何されるかわかんないもの。不思議な人だな。そういうあなたはどんな人なのかしら。俺、あなたのこともっとよく知りたいの。あら、そう？じゃあ、着替え手伝ってくださる？入るよ、ミチル。ミチルさん、あら、せいや。お団子。へえ、いい男連れてんじゃん。失礼ね、はるかさんは。私の大切な人よ。へえ、人が悪いな、ミチルさんも。せいやこうです。よろしく。天王はるかだ。よろしく。ご挨拶だな。出ていけ。それじゃあ、ミチルさん、お疲れ様でした。後で顔出せよ、お団子。それじゃあ。あんなやつ楽屋に入れない方がいい。あら、焼いてくれてるの？はるかさん、ごめんね。あいつ失礼なところもあるけど、根はいいやつなんだ。許してあげて。はるかは人見知りするのよ。それよりいいの？言ってあげなくて。うん、それじゃあまた来るね。ミチル、僕は。ねえ、手伝って。やれやれ。